はいどうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、2021続きやっていきましょう。1995年1月の3週から難易度スペシャル引き継ぎありでやってます。3週目の今回は、お守り使用禁止。まあ、史実もね、まあ、ほぼ使ってないんですが、最初にもらったやつだけですね。で、今週はキングスーパー、超大物。はい。まあ、これがデビューと。まあ、どれくらいですかね。まあ、まだ若いですからね。じっくり使いたくなるような感じだといいんですけどね。スーパーは2番人気か。なるほど。はい、ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。キングスーパー、先頭。2馬身から3馬身のリード。ナックルブルーリー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。いや、まあ、大丈夫かな。粘れるね。よし、勝ちました。1着でゴール、2着はナックルブルーリー、3着に里のテンダーネス。見事に勝ちました、キングスーパー。はい、まあとりあえず勝ちと。さあ、キングスーパー1900から3200、距離適正はいいですね。完璧。そうやね。はい、まあとりあえずこれでいきましょう。まあちょっと次のレースもね、確認したいのでオート進行は使わないです。あー、乗ってくれないか。そうか。はい、除外になりましたね。スーパー、そうだね、一周出すか。いや、焦る必要ない。スーパーはね、2000個一周出して、まあちょっとじっくりいきます。3月の3周ですね。で、リライトが一応こんな感じ。その後大阪杯行きたいね、一応ね。で、安田記念行ってって感じっすかね。はい、とりあえずこれでいきましょう。じゃあ3月、まあスーパーのレースは確認したい。3月の3週までオート進行で。ディライト勝ってましたね。ディライトやるね。まあなかなかっすからね、使ってて楽しいですね。はい、じゃあスーパー頑張ってくれ。あー、人気ないね。そうか、早くもこんな感じか。ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。メジロスクワート先頭、残り 200m を通過して、天馬セーラウェイ追い上げてきた。天馬セーラウェイ抜けた。2番手は宮古島スカイ。1着なってないか。3着か。天馬セーラウェイ圧勝ゴールイン。2着は宮古パレスカイ。これは桁外れの強さだ、天馬セーラウェイ。微妙でしたね。3月4週はレースなし。キングスーパー。まあ、どこ使うか。まあ、それでもいいんですが。どうすっかな。まあ、1800いきましょうか。さあ、ディライト頑張ってくれ。
高松大宮記念。快速自慢集結香港王者二段エンジン、二段エンジンいいね。小さな巨人、ディライト絶好調っすね。いや投手もったいないな。いや使っとこう。はい、じゃあ行きましょう。ディライトは絶好調、一番人気。まあ印もねなかなかっすね。はい、ダイジェスト。どうだ、ディライト。お、グッと来てる。これは力強い走りやね。いや、粘れるか？粘ってくれ、ディライト。よし、OK。よし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 。勝ちました。G13 勝目やね。4月1周さあどうだ、印。ああなんとも言えない。まあ悪くはないですけどね。ビクトリアいいですね。あーディライトこんな感じか。あとは、そうっすね。ハイクレアがいいね。印罰もいいかもしれない。ステージも。あ、谷のいいね。あ、フェイムもいいじゃん。お、キングマルゼン、キングどちらでも来たね、これ。ゴリゴリの自家製サンバ。はい、オッケー。大阪行きます。いやこれあるぞ。これはまあもちろん史実は揃ってるんですが、ディライトならやれる。まあいいメンバー揃ってますけどね。さあディライト一番人気。あーでも印はこんな感じか。いやでもやってくれるよ。桜地とせよね。まあネハイシーザーとかね、鳥海キャロル、ステイチャンプ、藤山健三、ダンスシアトル、ムッシュシェクル、タイクブリザード、まあいろいろいるんですけどね。コーナーをどう、さあこれからです。ディライト先頭、3馬身から4馬身のリード、残り 200m ディライト後続を。いやこれは粘れるやろ。後ろはどうだ、よし粘れるね。オッケー勝ちと。2着は桜地とせよ、3着にダンス、これこれ一番人気に応える見事な G1 勝利です。ディライトいいよ、連戦連勝。よし、オッケー。まあよく抑えたね。はい、そしてランク7。まあ次2万っすね。で、絆コマンドプラス1回なので、まあ、とりあえずポイント2万稼がないといけないですね。
はい、SP サンキュー。あとは OK ね。じゃあ5月の1週まで進めましょう。あ、5月の2週まで進めるか。はい、キングスーパー行きます。乗ってくれないか、苦しいね。天才乗せるか。リリーリリー、あー、谷のリファールか。まあどうっすかね。よし、じゃあ種付けやっていきましょう。まあ、結構ね、新しく入ったやついますからね。まあそれもね、楽しみっすね。はい、じゃあまずはディライトから。ディライトは日本ピロウィーナーで行くかな。まあ変えてもいいんですが、まあ同じでいいっすかね。はい、でビクトリア、あ、マックインもね使っていきたいっすよね。ビクトリアか。マックインつける？ちょっとマックイン行ってみるか。キングベスト。エクレアテスト。そうっすね。エクレアテイスト、どうっすかな。あ、49で行こうか。キングエクレア。キングエクレア、桜豊かにします。まあ、ノーザンテイストっすね。スキャンにするか、ちょっと変えるか、ちょっと変えようか。キングレッスン。あー、ナショナがいいな。はい、ナショナにします。で、しるし丸。まあ、印丸はぼちぼち、まあ、当たりというかね、出してますよね。そうやね。まあこれでいいかな。で、キープ。スピード大事っすからね。まずはスピードね。どちらでも、まあ、つけとこうかな。ステージ、ステージ。まあ、スキャンでいいか。はい、スキャンにします。
で、キングハイクレア。あールアーもね、まあ使ってもいいっすね。まあファームドでもいいんですが、ちょっとルアー行っとこうかな。覚醒か。覚醒。まあもうちょっと下確認していきます。覚醒どうすかな。いや、もうちょっと下見ていきます。あー、バンプアトラスね、ちょっとつけたいけどね。オペラハウス、あクリスか。あクリス行こうかな。キングフロリー、これほんと微妙でしたよね。フロリーはどうする。さああとはブレイブ、キングどちらでもつけとく。タニノ、タニーノはナシュアがいいですね。で、印バッツ。マルデンスキーでいきます。プロトン。あーこれか。プロトンか。まあライ行こうか。でフェイム、まあだいぶね使いやすくなってきましたね。シーキングザゴールドいきます。ヒューズ、あとはスケールとマルゼン。ダートも欲しいっすよね。スキャンつける。ガルチク、ガルチコか。はい、そしてマルゼン。はい、オッケーと。でキングスーパーのレースっすね。さあキングスーパー厳しいな、厳しすぎる。スピードないねスーパー。じゃあ6月の1周まで進めたいなと思います。
お、ディライト乗ってくれないと。さあ、安田起点。マイル王決定戦、二段エンジン。実績上位。エピジェット。主役の座は渡さない。五号。種付け。エクレアか。エクレアは桜豊かをでいきます。ベルン、そしてニュートリノ、さらにアンバレラも決まったと。じゃあまずはベルンから。まあディライトクラスがいるといいですけどね。ニュートリノ、ニュートリノ、まあとりあえず被んないようにしたいんですよね。あとはこれか。ああ、キングステージリバーマンね。ただ森使っていきたいね。乗ってくれ。よし、まあこれでデビューは OK ですかね。まあ、被ってないですし、はい、それでいこうと思います。ディライト、はい、 OK。 じゃあ行きましょう。ディライト一番人気で、武豊はハートレイクに乗ってます。まあ、C2 と一緒やね。まあ今回もまあ結構ね揃ってるんですが、まあ一応スピード A でも戦えるメンバーなんですけどね。どうかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レーシングワシントン先頭。さあオイオリファール一気に。タケじゃないからね。どう。あー、もう一伸びがないか。これ待機ブリザードか。3着と2着にはどうやら桜千歳を、3着にディライト、見事に勝ちました。待機ブリザード、はい、待機ブリザードの勝ち。宝塚行かないっす。95年取ってるのがハートレイクで、待機ブリザードはもうちょっと後でしたよね。何回かの挑戦で取ってましたね、待機ブリザードね。待機ブリザードは97年とかじゃない、多分。ディライトどうしますかね。次はまあ札幌記念使ってもいいんですが、まあ一応使っとくか。そのまま行こうか。使って、スプリンターズステークス行きたいね。スプリンターズステークス行こうか。まあプラス天皇賞秋とマイルチャンピオンで、はい、ちょっとこれでいきましょう。
5周、はい、これで G1 5勝頑張ってますね。6月の2周スーパーのレースはいい、確認しなくて。リリーは見たいですね。じゃあ7月の1周お、ディライト。いやでも行かないっす。ありがたいけどね。さあリリーデビュー来ました。スーパー勝負根性 B プラス。オッケー、まあとりあえず一番人気キング谷のリファールですね。4コーナーをカーブして、さあ来い。成田バーチ先頭、前に迫る桜田ターシュ、桜田ターシュ。いや微妙っすね。100m を通過して、さあ先頭は今度は微妙すぎるぞ。2番手は桜田ターシュ、里野ディレクター。先頭は里野ディレクター、里野ディレクター。まあ印もね微妙だったんですが、ちょっとこれ良くないね。騎手は完璧ですからね。さあ、リリーパワーいい。次は8月の1周ですね。まあ、セーラー行きたいです。はい、8月の1周セーラー行きます。印微妙なやつ打って金稼ごう。まあこれは打っちゃいましょう。はい、売ります。売る。まあこれもね売ってもいいんですが、まあ一応残しとこうか。はい、残す。これね、まあ、悪くないですけどね、売っとこう。はい、売る。まあこれも売っちゃいましょう。これは一応残しとこう。残す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 。はい、こんな感じかな。でちょっと施設にね投資したいんですよ。はい、今年はこんな感じ。では戻ります。次が8月2週がベルンで、3週ニュートリノで、4週がまあディライトとリリー。あ、クイーン決まったか。クイーン決まりました。こいつはね期待してるので、マルゼンやね。10月2週いやちょっと早めよ。10月じゃなくて9月3週にしよう。かぶるんですが、森で行こう。ベルン騎士 OK。 さあベルンどうだ。お、いいね、ベルンいいんじゃないこれ。はい、ダイジェスト。さあ直線に入りました。まあどんだけ離せるか、それが大事。先頭2馬身から3馬身引き離す。2番手はファームドアート、後続は大きく離れました。キングベルン強い強い。キングベルン、さあベルンどうだ。2着はファームドアート、
3着に AC フェイバー、これは桁外れの強さだ。リングベルン、来た、スピードトップクラス。さあそしてニュートリノ、これが騎手、OK、あ、ビクトリアリーはまあね、ベルン、まあ A か、 A ね、まあ悪くないですけどね、まあ A あればね、まあ戦えるんですよ。ただまあもうちょっと欲しかったよね、ベルン A か。さあ、ニュートリノ印こんな感じか。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、ビッグダイヤモン先頭、外からキングニュートリノ来るよね、お大丈夫か、大丈夫よね、かけるビッグダイヤモン先頭だ、キングニュートリノ大激戦のゴール前、果たしてどっちが来たかな、今の届いた、これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度、はい負け、リリー、そしてディライト、札幌記念いきます、ナイスネイチャー、まあいい勝負できると思います。まあ金札クラスとも戦いますからね、ディライトは。ニュートリノ今能力どんな感じ、ちょっとこっち見よう、まあもう完璧っすね、まあだいぶ上がってきてますね。あとは吉富さん、まあでもだいぶ来てますね、Cジョッキーはまあこれからやね、はい OK。 さあ、キングリリー、まあこれは大丈夫やろ、いや本当に大丈夫か、大丈夫と。さあディライト、ここはねサクッといってほしい、一番人気。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、ディライト先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ、よしグッと来ましたね、オッケーオッケー、ディライト1着、2着はカニノリアルキング、3着にバイスネイチャー、これが G1 番、ある程度のメンバーならいけるよディライトは。まあ、金札クラスまで大丈夫って言っても、銀札でもまあ化け物クラスいるんすけどね。さあ、キングベル、そしてアンバレラがデビュー、記者完璧、はい萩のリアルキング、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。